皆さんこんにちは。早速ですが問題です。この式を計算してみてください。あら、この問題は。メタンさん、こんにちは。ごきげんよう。ではお答えしましょう。これは対数の計算問題ね。2を何乗すると8になるかを考えればいいので、8は2の3乗とかけるから答えは3となるわ。あっさり解かれてしまったのだ。何か他に問題は。うわ、これは困ったわね。この問題を解かなければこの世界は終わりを迎える。え、そうなの？それはひどいのだ。大丈夫、私がついてるわ。それでこの問題は。ログマイナス1ってなんだろう。簡単そうだけどなぜか答えが思い浮かばないのだ。ログは自然対数を表しているみたいね。普通ログの中身は正の数だけど、この問題では負の値が指定されているわ。ちょっとログの定義を再確認する必要がありそうね。僕に任せてほしいのだ。 a を1でない正の数としよう。 a を i 乗すると x になるとき、この y を a を定とする x の対数といい、 y イコールログ ax と表すのだ。よく覚えていたわね。特にネイピア数 e を定とする対数は自然対数と呼ばれる。自然対数の一般的な記法はいくつかあるけど、今回は定を省略した場合に自然対数を表すみたいだね。ということは、e を i 乗したらマイナス1になるとき、この y が問題に出てきたログマイナス1なのかな。でも e は正の数だから何乗しても正になりそうだけど、なんか矛盾してる気がするのだ。一体どういうことだろう。確かに実数の範囲で考えればそうなるわね。複素数の範囲で考えてみたらどうかな。複素数？ああ、そういえば e の虚数上の公式でこういうやつがあったね。オイラーの公式という有名な定理ね。e の i シータ乗を計算すると、実部はコサインシータ、虚部はサインシータとなる。これを複素平面上で考えると e の i シータ乗は単円周上の点になっていて、変革、つまり実軸となす角はシータになっているのだ。ここで特に半回転の場合を考えると、変革は π で表されて、円周上のこの点、つまりマイナス1に到着するのだ。式で表すと e の iπ 乗イコールマイナス1となるね。こっちはオイラーの等式として有名ね。さて e を i 乗したらマイナス1になる。僕たちはそんな y を求めていた。そして e の iπ 乗はマイナス1となる。これはまさに僕たちが求めていたものだね。つまりログマイナス1は iπ となるのだ。どうかな。負の数の対数を計算したら答えは虚数になった。これは興味深いわね。でも何かおかしい気がするわ。え、何がおかしいの。 e の iπ 乗イコールマイナス1という等式は複素平面上で半回転を表していたわね。ここでさらに1回転加えて 1.5 回転するとどうなるかな。解で半回転してからさらに 2π で1回転すればいいから e の 3iπ 乗を計算すればいいね。これはつまり e の iπ 乗の3乗のことで、 e の iπ 乗はマイナス1だから、あれ、これも答えがマイナス1になったのだ。それで合ってるわ。追加で一周回って元に戻ったということね。一般に n を整数としてこのような等式が成り立つ。ここで 1+2n は奇数となっていて、半回転してからさらに n 回転する様子を表しているわ。 n がマイナスの場合は逆方向の回転になるけど、いずれにせよ答えはマイナス1となるわね。すると e のべき乗がマイナス1になっているので、その指数の部分がログマイナス1であると考えられるわ。でも n は任意の整数なので答えは無数に存在することになる。あれ、本当だ。何が起こっているんだろう。どれが正解なのだ。不思議な現象ね。ただこれだけだとちょっと手がかりが少ないわ。今はマイナス1の対数のみを考えているけど、もっと範囲を広げて考えれば何かわかるかもしれないわね。対数というと普通は実数の対数を考えるけど、ここでは範囲を広げて複素数の対数を定義しましょう。ここで W と Z は複素数とするわね。 E を W 乗すると Z になるとき、その W を Z の自然対数とする。実数の時と形式的には同じだけど、その意味は謎に包まれているのだ。ここでは W を Z で表すことを目標にしましょう。そうすればログ Z を Z で表すことができるので、それを複素数の対数関数の定義としてしまえばいいわね。
よし、W を Z で表すのだ。それで、A と何すればいいの？いきなりは難しいわね。とりあえず E の W 乗とは何かを調べてみましょう。まず W が実数 UV でこのように表されるとするわね。すると E の W 乗はこう書ける。ここで指数法則を使えば E のべき乗を2つに分解できるわね。これは何を意味しているかな？うむ、まず E の VI 乗に着目しよう。これはオイラーの公式と同じ形をしているから複素平面上で単円周上にあって、その変革は V なのだ。あとはこれに E の U 乗をかければ E の W 乗になるね。 E の U 乗は実数だから、2次元のベクトルを実数倍するときと同じように方向はそのままで、長さが E の U 乗倍されるのだ。綺麗な結果になったわね。ちなみにここで E の U 乗は0ではないので、 E の W 乗も0でないことがわかるわ。言われてみればそうだね。さて、ちょっと状況を整理しましょう。私たちは複素数の対数関数を定義しようとしていた。 E の W 乗イコール Z の時、この W を Z で表すことができれば、それがログ Z の定義と考えられるんだったわね。そして W を U と V で表すと、 E の W 乗は複素平面上でこの位置にあることが分かった。ここで E の W 乗イコール Z と置いてから式変形を進めて W を Z で表しましょう。するとまず U はこのように変形できるわね。まあ確かに自然対数の定義からそうなるね。ここで図を見てみると E の U 乗は Z の絶対値に等しいことがわかる。したがってこのようになるわ。 Z の絶対値は正の実数なので、これは私たちがすでに知っている実数の対数であることに注意してね。また V は Z の変革、つまり実軸となす角だったわね。これをアーギュ Z と書くことにしましょう。ただしアーギュ Z の範囲はマイナス π から π までとするわね。こうすれば一周の範囲で変革が1位に定まるわ。何周してもいいことにしちゃうと変革が1位に定まらないからね。え、そう定義しちゃっていいの？もともと V の範囲に制限はないんだから何周してもいいじゃないか。まあ確かにそういう考え方もあるんだけど、その場合ログは値が1位に定まらない、いわゆる多価関数になってしまうのよね。ここではそういう事態を避けるためにこういう風に定義しているわ。果たしてそれでいいのだろうか。なんかモヤモヤするのだ。結果をまとめると、 E の W 乗が Z に等しいとき、 W は Z でこのように表すことができる。ただし E の W 乗は0にはならないことに注意してね。したがって0でない複素数 Z に対し、このログ Z を複素数版の対数関数の定義としましょう。ここでは変革として代表的な値を取っているので、このログ Z を Z の対数の主値とも言うわ。そのことを強調してログの L を大文字にしているわけね。まるで最初から全てを知っていたかのような説明なのだ。ここで特に重要な例を見ておきましょう。 X が正の実数の時、ログ X の値はどうなるかな。A とこの定義に当てはめて考えると、まず X は正だからその絶対値も X だね。次に変革は、 X は正の実軸上にあるから正の実軸とのなす角は0なのだ。つまり結果はログ X となる。正の実数に関して言えば、複素数版の対数関数は実数版の対数関数と一致する。つまりこの定義は実数版の対数関数の拡張と言えるわね。次にシータをマイナス π から π までとすると、 E の i シータ乗の対数はどうなるかな。ちょっと難しそうなのだ。まずオイラーの公式で考えると、 E の i シータ乗は単円周上にあるから絶対値は1だね。次に変革はシータなのだ。ログ1は0だから答えは i シータとなるね。 E の i シータ乗の対数は i シータになった。これは分かりやすい結果ね。うん、でもどうかしたの？なんかこの定義は納得できないのだ。え、どうして？僕たちは変革の範囲をマイナス π から π までとした。ここでマイナス π は区間に含まれていないけど π は含まれているのだ。じゃあ問題のログマイナス1を計算すると、マイナス1は E の iπ 乗だから、さっきの結果を踏まえて答えは iπ となる。その通りね。何か問題あったかな？まあ落ち着きたまえ。
ここで変革の範囲をちょっと変えてマイナスパイを区間に含めパイは区間から取り除こう。ログマイナス1をもう一度計算すると、今度はマイナス1を E のマイナス i パイ上と考える必要がある。なぜなら変革の範囲にマイナスパイの方が含まれているからね。そして答えはマイナス i パイとなるのだ。これは変革の範囲をちょっと変えただけなのにマイナス1の対数の計算結果が大きく変わってしまった。これはちょっといただけないのだ。それにまだあるの？仮に変革の範囲を固定することを認めたとしよう。マイナス1を複素数として考えるとその変革は π だね。そしてログマイナス1の答えは iπ だった。まあ確かにそうね。さて複素平面上でマイナス1よりほんの少し下の位置に z プライムという複素数があるとしよう。z プライムの変革はほぼマイナス π なのだ。実際はマイナス π よりほんの少し大きいので変革の範囲にちゃんと含まれているね。さてちょっと計算は省略するけど、ログ z プライムの値はほぼマイナス iπ となる。 z プライムの変革はほぼマイナス π だからね。マイナス1と z プライムは複素平面上だと近いのにログの値は大きく異なるのだ。もっと言えば負の実軸上においてログ z は不連続な関数になってしまっているのだ。ちょっとこれは困った性質だね。今日のズンダモンは妙に冴えてるわね。仕方ない、奥の手を使いましょうか。え、奥の手？今度は何なのだ？ズンダモン、これを見て。これは一体なんだ、この螺旋階段は。ふふ、どこに繋がっているのかしらね。とにかくこれで全てが分かったわ。どういうこと？説明しましょう。改めて複素平面を考えるわね。ただし原点は除きましょう。そして負の実軸で平面に切れ目を入れるわ。細かいことを言えば境界は上側に含まれるとするわね。そして2枚目の複素平面を用意し、同じように切れ目を入れて1枚目の複素平面の切れ目とくっつける。つまり1枚目の複素平面で P をこういう風に動かすと2枚目の複素平面に現れる。そして2枚目の複素平面で Q をこういう風に動かすと3枚目の複素平面に現れる。これが前にも後にも無限に続いていくわ。なんだって？こうしてできた面を対数関数のリーマン面という。この図はあくまでイメージであり、実際は各階層が水平方向に無限に続いているわ。ざっくり言えばリーマン面は局所的に複素平面に似た構造であり、それぞれの関数に対応するリーマン面は異なる形を取り得る。対数関数の定義域として複素平面の代わりにこのリーマン面を使えば対数関数を自然な方法で連続的に拡張できるわ。なぜならここでは変革の範囲を一周分に制限する必要がなく、一周すれば次の階層に連続的に移動できるからね。するとこれは記号の乱用であることに注意してほしいんだけど、複素平面上では E の iπ 乗と E の -iπ 乗はどちらも -1 なので、これらの式を区別することはできなかった。しかしリーマン面上ではこの2つを区別でき、対数を自然に計算できる。直感的にはこういう論理が成り立つということね。なんかすごいのだ。まさか対数関数の裏でこんなことが起こっていたなんて。複素関数の世界は奥が深いわね。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。